新農本草業は五漢から三国の頃に成立した中国の本草書である。新農本草業は新農氏の後人の作とされるが、実際の戦者は不詳である。個々の木薬について解説したもの、中国最古の薬物学書であるとされる。365種の薬物を常本、中本、下本の3品に分類して記述している。 上本は無毒で長期服用が可能な陽明薬、中本は毒にもなりうる陽性薬、下本は毒が強く長期服用が不可能な治病薬としている。500年、南朝の東高刑は本書を提本に、新郎本造業中3巻を選し、さらに本造業失中7巻を占した。東高刑は内容を730種余りの薬物に増披露している。こうして、 中国政党の本蔵書の位置を占めるようになったが、現在見ることができるのは、遁交社本の残骸にや、太平五蘭への引用などに過ぎない。その復元を図ったものとしては、秋夜の露服、新朝の孫、星広史、日本の森律これによるものなどがある。長浜義夫、東洋医学外説創原社、東洋医学選書、1961年、P38。 ISBN4 から422413015。AB 日本東洋医学会学術教育委員会入門官方医学、南江堂二2002年12月、PQ。ISBN4 から5242から 3571X。ABC、薬学用語解説、新能本創業。日本薬学会。2010年8月20日閲覧。 山田慶治、中国医学の思想的風土使用出版社、1923年、P42。おそどひろし、審判官報の歴史、中国、日本の伝統医学、大衆館書店、アジアブックス例76、43ページ。ISBN 9長7844億6923万3162。大塚隆史説、漢方医学草原者。 草原医学新書、1990年2月1日、第3版、PP38 から39、ISBN4 から422411101。ありがとうございます。